サパル村とアタイエビッチニアゾフはトルクメニスタンの政治家、トルクメニスタン初代大統領、トルクメニスタン民主党議長、独裁者でもあった。1993年からはトルクメン人の長を意味するトゥルクメンバッシュと名乗り、国内ではサパル村とトゥルクメンバッシュと称される。トルクメニスタンの独立、近代化を行ったが、極端な個人崇拝に基づいた、 独裁的な政治によって、世界で最も権威主義的で抑圧する独裁者として、国外で非難された。トルクメニスタンで最高額の500ト紙兵にニアゾフの肖像が使用されている。アシガバートのキプチャク村で生まれたニアゾフは、非常に早い時期に孤児となっている。父のアタムラとニアゾフは、第二次世界大戦に、分隊長として出征し、 ドイツ国防軍と戦って1942年に戦死した。残りの家族、母のグルバン・ソルタンエージェと二人の兄は1948年の地震で死亡、鉄系部族の出身でもあった。ニアゾフは、その後ソビエト連邦の孤児院で育てられ、次に、遠くの親戚に預けられた。孤児となったニアゾフは優秀な成績で学校を卒業し、1959年、 地質探査従事者労働組合トルク面、地域委員会で教官として働く。1962年から共産党員となり、そのゴルニングラード工業大学に入学し1967年に卒業した。大学卒業後、ニアゾフはビュズメ水力発電所で電気技師として働いた。 ニアゾフは1970年から1980年まで、トルクメン共産党中央委員会を務め、1976年、通信教育で、ソ連共産党中央委員会付属高等等学校を卒業、1980年にアシガバート市委員会第一書記となった。1984年モスクワで、ミハイル・ゴルバチョフに見出されて、1985年3月に、 トルクメンソビエート社会主義共和国首相、同12月トルクメン共産党、第一初期と超特級の出世をした。ニアゾフは、ゴルバチョフの後期粛清、反民族主義の方針に合い、1984年から1985年まで、ソ連共産党中央委員会の党、組織業務協官を務めた。百八十五年に、ムハメットナザルがプロフの公認として、 トルクメン共産党第一初期に就任して以来二つの国の政界のトップとして活動した。1989年から1991年までソ連人民代議員を務める。ペレストロイカ路線に忠実で一定の民主化も行った。1990年1月13日、トルクメン共和国最高会議議長となりニアゾフの指導のもと 議会で独立主権宣言が採択され10月17日に国民投票によりトルクメン共和国大統領に選出された。10月27日国民投票の結果トルクメニスタンは独立国家と宣言された。独立後は豊富な天然ガス資源で豊かな国を作ることを目標にし電気、ガス、水道を無料にするなどの人気取り政策も行っていた。 ちなみに、ニアゾフを、トルクメン共産党、第一初期に任命したのは、ゴルバチョフソ連共産党初期長で、日本テレビのスペシャル番組、緊急、ビートたけしの独裁国家で、何が悪いでは、トルクメニスタンとサパル村とニアゾフ大統領の、生みの親と紹介された。また、この番組において、トルクメニスタンでの政策に対してのゴルバチョフの意見や、 提案を、ニアゾフ自身が、自分の国は自分で作ると言い放つ形で断っていたことが明らかにされた。ニアゾフは、トルクメン語がほとんど話せず、議会での答弁や演説以外ではロシア語を話していた。ソビエト連邦の崩壊後憲法採択と関連して1992年6月21日、ニアゾフは、トルクメニスタンの大統領に選出された。 1993年、議会によりトゥルクメンバ首の称号を授与された。独立後は、個人数配色を強め、権威主義的な超独裁体制を敷き、人民会議により1999年12月には、終身大統領と宣言され、旧ソ連発の終身大統領となった。メディアでも、学校でも、祖国を、サバル村とトゥルクメンバ首を、 祖国の神聖な旗を裏切った時には、私の息は耐えるが良いという誓いの詩が毎日唱えられた。2001年には、ニアゾフ著ルーフナーマが発表され、聖なる書として扱われた。また、ニアゾフは自らを預言者になぞらえていたが、イスラームの教えと矛盾するため国外のムスリムから批判された。野党への弾圧、言論の自由を規制するといった、 ニアゾフの独裁的な政治は欧米諸国からの批判を多く受けた。2003年からは最高機関である国民評議会議長。カスピ海沿岸の天然ガスを利用して資源大国化を目論み、主に輸出の5割を超す中華人民共和国とのパイプライン建設などを進めてトルクメニスタンの経済発展を成功させた。ニアゾフ曰く天然ガスは 国家の富の源泉である。対外的には衛生中立国を宣言し、鎖国的な政策をとっていたが、企業に対しては開放的であった。しかし、企業経済的には未だ不安定である。2005年の1月には、愛沢一郎外務副大臣と会談し、在トルクメニスタン大使館解説に関して、日本からは多くの分野で、 経済協力の推進を期待していると述べるとともに、日本の国際連合安全保障理事会、常任理事国入りを支持すると述べた。また1997年にはドイツで心臓バイパス手術を、2005年には目の手術を受けており、ニアゾフ自身の健康問題もクローズアップされていた。ニアゾフは糖尿病も患っていたとされている。 2005年に近く70歳を迎えるとして、ニアゾフ自らは候補者とならない大統領選挙を2009年に実施することを発表した。すでに憲法を超越する存在であったニアゾフのこの発表は各国を驚かせた。しかし、すぐに国民評議会は国府は二人も必要としないとして大統領選挙は不要とした。そうした中で、 2006年12月21日未明に、ニアゾフは休止した。トルクメニスタン政府により、新停止による休止と発表された。66歳だった。ニアゾフの死によって、後継者をめぐる混乱が懸念されていたが、ニアゾフ政権下では副首相を務めた、グルバングル・ベルディムハメドフ大統領代行が、トルクメニスタンの第二大大統領に就任することで、後継者問題は収束し、 その後は、脱、ニアゾフ化政策を行った。ニアゾフの遺体は現在、キプチャクモスク敷地内にある霊廟に安置されている。両親をトルクメニスタン人民英雄として深刻化する一方、北朝鮮やアゼルバイジャンのように権力の世襲体制を敷くことはなかった。ユダヤ系ロシア人の妻ムザ・アレクセイエブナとの間に、一難一条を設け、二人の孫を有した。息子のラとは、 アラブ首長国連邦、娘のイリーナは、イギリス、ロンドンに在住し、両者ともに、後継者とは目されていない。ありがとうございます。